はい、こんにちは、イトチャンネルです。 9月の1日金曜日ということで、え、もうね、9月入りました。新しい気分にね、なって、新しい生活を迎えていただければな、なんて思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。え、て言うとね、今日はね、あの、バングットさんのね、17周年記念セールということで、バングットさんが9月9日にね、17周年迎えるということで、このセール情報についてね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、あの、冒頭の1分間でその話してくれと、私のスポ スポンサーであるバングッドさんからね、えー、もうしっかり言われておりますんで。で、えー、最初のねえー、トークは特になすということで、今日はね、えー、進めていきたいなあなんて思っております。ということでねえー、米月爆発式延長戦といった感じになってるみたいなのでちょっとね。そこら辺の説明から進めていきたいと思います。 はい、じゃあね、早速、バングッドさんの、えー、17周年記念セールのスケジュールについてね、お話ししていこうかなーなんて思います。で、今日が9月1日ということで、金曜日なんですけども、実はね、今日から3日間。 えー、1、2、3と。えー、この期間は予熱期ということで、もう予熱ですね。もう燃え上がるちょっと前の予熱の状態。まあ、前期みたいなもんなんですけども <laughs>、前期が、えー、1、2、3とあるといった感じで、ここからね、まあ、昨日ちょっとね、クーポン配布してるんですけども、ここからクーポンが、お安いクーポンが配布されし、開始が始まって、で、なおかつ、えー、普段売ってる価格のものもかなり安くなってると思いますんで、えー、ここで予熱期となっております。で、さらにね、来週、 中ですね。月、火、水、木、金、土といった感じでよ。5日間かなえー。6日間ですね。ごめんなさいね。で、これがね爆発期と呼ばれているものでえー、9月4日から9日までの間はえー、まあ、正確には10日ぐらいまでやるみたいなんですけれども、クーポンをね。 あの、めちゃめちゃ配布するということで、毎日先着400名様にクーポンを発行します。えー、あの、ページに飛んでもらってポチッと押すだけでね、えー、取れますんで、えー、これがね、あの、6ドルオフクーポン、120ドル以上買う場合は6ドルオフクーポンが使えるようになります。で、またね、250ドル以上の場合は10ドルオフクーポンになるといった感じの、そういうクーポンがね、発行されますんで、えー、ぜひね、この爆発期に合わせてね、 えー、クーポン、朝一で、えー、取得してもらって、えー、それを使っていただくと。いうと、あの、これね、ダブルクーポンができて、ここで発行されるクーポンと爆発機で使われるこのクーポンね、えー、同時に使えますんで、まあ、この期間にね、欲しいものがある場合はね、えー、 ここのクーポンを使っていただければななんて思います。で、あと残りの10日11日、この2つは延長戦といった感じで、まだね、適用されるクーポンもあったりとかっていった感じで、まだまだ安い状態が続くといった感じで、まあバングッドさんのね、9月9日の生誕祭をお祝いしようといった感じですね。17周年記念ということでね、毎年やっておりますが、かなりね、お安くできるといった感じのスケジュー になっておりますはい、で、ちょっとね、一つ言い忘れてたんですけど、なんかね、エキストラディスカウントっていうのもあって、これちょっと僕、私もわかんないですけど、ペイパル使う方には、さらに10ドルオフ。 なんていう感じの、オーバー200ドルですね。200ドル以上で10ドルオフっていうのと、え、オーバー500ドル、500ドル以上であれば15ドルオフのね、え、こちらのクーポンもあるみたいなんで、え、ちょっとね、こういうところもね、使えるようになっておりますよ、といった、え、不足、不足してたんでね、補足条件かな、なんて思っております。 はい。で、セールの種類なんですけれども、まあ普段のね、ページからも、まあセールで安くなってるのもあるんですけども、特設会場がね、それぞれ、えー、あります。で、メイン会場、人気商品のね、限定会場、在庫一層会場とかね、処分品ですね。あと、パソコン、オフィス用品の会場とか、あの、それぞれ DIY ツールとか、自動車部品の、えー、会場だったりとか、新着限定セールとかね、えー、いろいろね、あります。これもね、リンクつけときますんで、 興味のある方はね、この動画の概要欄から飛んでいただいて、えー、商品見ていただければなと。欲しい商品がね、安くなってると思いますんで、まあ、ここからね、えー、購入していただいてもいいし、このね、メイン会場から飛ぶと、あの、クーポンがね、必ず、あのー、4日からね、配布されておりますんで、そこでポチってやるとね、えー、多分もらえるかと思いますんで、えー、ここの会場から入っていただければなぁなんて思います。これはね、ちゃんとリンクつけときますんで、よろしくお願いします。 はい、じゃあね、ここからは、えー、予熱期に入りましたということで、えー、発行されたクーポンね、えー、しっかり見ていきたいなぁなんと思うんですけども、まあめちゃめちゃあるんですけれども、私のでいくつか抜粋させていただきました。えー、特にね、私が紹介した商品をね、えー、メインでこちらクーポン発行されておりますんで、えー、見ていただければなと思います。まず一つ目なんですけども、スーパーコンソール X2 Pro ですね。これめちゃめちゃ売れましたね、ということで、あのー、 スーパーコンソール X2 プロ以外にもですね、SD カード 256GB が付属しております。で、こちらね、クーポンコード、これ適用することによって、 で、えー、8349円ということで <laughs>、スーパーコンソール X のね、あのー、これのね、前のバージョンから考えるとめちゃめちゃ値段落ちてて <laughs>、で、なおかつね、こちらパワーアップしてるにもかかわらずコスパがいいというね、えー、それでね、すごいバカ売れしました。で、もう私のとこでも100台ぐらいね、100台200台ぐらい売れてんじゃないかな、なんて思うぐらいね、めちゃめちゃこれあの皆さんご購入いただいて、多分皆さんの手元に、えー、かなり届いてるんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、商品がいいと。 いうレビューをね、いっぱい聞いておりますんで、えー、ぜひね、まだ購入してない方、まだまだね、お安く買えるチャンスになっておりますんで、えー、遊んでみてはいかがかなと思います。特にね、あの、スーパーコンソール X の前作のね、普通のノーマル版、スーパーコンソール X、もしくはスーパーコンソール X プロですね。こちらってね、ものすごいシステムが不安定だったのは多分皆さん記憶してるかなと思います。エミエレックのね、3.9っていうバージョンだったんですけれども、ほんとシステムがよく壊れるみたいな。 なので、リカバリーしながらね、リカバリーを何回も繰り返して使ってた方多いんじゃないかな、なんて思うんですけども、安心してください。今回ね、MLEC4.、E、何4.0以降になってますんで、えー、システムがね、かなり安定しております。前回のスーパーコンソール X ね、ちょっとシステムだから手出し、システムが良くなかったから手出しづらいな、なんていう方もね、安心して購入できる商品になっておりますんで、えー、僕もね、えー、かなり使いましたけども、MLEC4.5、e、でしたね。<laughs> はい。 こちらの方、しっかりね、えー、動きますんで、ぜひともといった感じです。はい。ぜひ、興味ある方、ご購入検討してみてください。ごめんなさいこれ4.5なんですけども、僕4.6にしてね、更新して使ってましたね。はい。4.6になると、なおさらね、安定しますんで、えー、ぜひ、あの、まだ遊んでないって方、えー、この、ね、価格だったらかなり安いと思いますんで、よろしくお願いします。 はい、じゃ続きまして、えー、スーパーコンソール X レトロアーケードになります。こんな感じのね、見た目になってて、あ、なんだアーケードスティックか、みたいな感じに大重いかもしれないんですけれども、えー、実はこの商品、アーケードスティック以外に中にね、スーパーコンソール X が内蔵されているといった商品になります。で、スーパーコンソール X もね、えー、結構いいバージョンの X3 っていうね、えー、ものが搭載されておりますんで、セガサターもね、そこそこ動くといった感じです。で、アーケードスティック とととしししてての役割でも使えますしあとねプレイステーション4 が動きます。でも使えます。で、プレイステーション5でも使えるんですけれども、プレイステーション5のプレイステーション5のゲームは遊べなくて、えー、プレイステーション5でプレイステーション4のゲームを遊ぶときにはこれ使えるようになっておりますんで、えー、なかなかね、使いどころいっぱいあると思いますで、なんだったらね、改造したいっていう方もいると思いますんで、ここら辺のね、スイッチも裏からね、開ければ、ここら辺のスイッチとかも取り替えやすいと思いますんで、えー、ぜひ色々ね、改造したり、あと自分なりの中身のね、スーパーコンソール X を あのー、自分好みにライブラリー化してね、好きなゲーム入れてね、アーケードボックス作るなり、えー、非常に遊び方いろいろあると思いますんで、えー、非常におすすめしたい一品だと思います。で、これね、私が紹介してからね、めちゃめちゃ売れてます、これもね。本当に売れてるんですけれども、まあ、先行して買っていただいた方には非常に申し訳ないんですけど、値下がりしてます、これね。で、64GB 版がこちらのクーポンコード適用することによって、12000円と、えー、一気に下がりました、ね、値段ね。確かに14000円 ぐらいだったと思うんですけれどもこれがね2000円ぐらい下がって12000万 2, 円になっておりますで 128GB の SD カード版については、えー、ねこちらのクーポンを適用することによって14062円といったところでこれもね下がりしてるんですよね <laughs> 申し訳ない。先行して買っていただいた方ね。まあ、その分早く届きますんでね。えー、楽しんでいただければなと思うんですけど、今から買ってもかなり安く買えれますよ、といった感じの商品になっております。で、256ギガの SD カード付きについても、ちょっとね、お値段ね、ここに出してないのが、まだこのクーポンがアクティブになってないらしくて、えー、一応ね、99.99 99ドルといった話になってます。で、このね、あの、14000円のやつに比べて、だいたい、 プラス600円ぐらいの価格になるかなと思いますんで、14,700円とか800円ぐらいの価格になる予定です。これもね、ちょっとね、クーポンアクティブになってませんよってちょっと、あの、後日、あの、言いますんで、この動画、ね。 公表した後にあのー、言いますで、ね、担当者にねアクティブにしてくださいと言いますんで、えー、こちらね一0 0千一万五千ぐらいでね購入できるかなと思います非常にねおすすめの商品ですのでまだね、えー、購入してない方、えー、まああのー、普通にねアーケードスティックとしても使えますんでアーケード体験したい方とかねおすすめしたいと思いますはいじゃあ次の商品行きたいと思います。 はい。じゃあ次の商品は、アンポン GB20TB ゲームコンソールになります。で、こちらね、容量タイプがいろいろあって64、64GB 128、128GB 256、256GB と、いろいろタイプ選べるようになっててえ、共通クーポンになっております。BG、このクーポンですね。BG、BQ、BQQE っていうねえ、こちらのクーポンを適用することによって、64GB が4196円。で、256GB が5938円ということで、この、 振り幅になっております、えー、好きなね、容量を選んでいただければなと思うんですけども、まあ、個人的な感想、値段下げすぎです。<laughs> バングットさん値段下げすぎ、安すぎ、これね。<laughs> 安すぎです、すごいね。で、これどういう商品かというと、スーパーコンソール X とね、 X X ととだだっったたかななそれとねいい同等のスペックになっておりますで、スティック挿して、あと電源つないで、えー、もうゲームが遊べるといった感じなんで、かなりコンパクトにゲームがね、えー、遊べるよといった感じのものになります。テレビにね、常にこれ挿しといて、えー、常にね、あのー、パッと遊ぶのにちょうどいいかもしれないんで。で、特にね、もう値段下げすぎてね、激安スティックなんですよ。これものすごい安いなと思っててね。えー、で、まあぜひね、えー、初心者の方、 えー、ぜひね、手軽に遊ぶのには、よろしい商品かなと思います。で、嬉しいことにね、コントローラーが2つついてて、ここに USB 挿してね、えー、それで、えー、無線で遊べます。で、中に電池入れるんですけれども、そこはちょっと安っぽいなと思うんですけどもね。 はい。電池入れて、まあ、まずは試しで、このコントローラーで遊んでみて、えー、そのうちね、もっといいコントローラーで遊びたいって言ったらね、えー、つないでいただいてね、無線のものを買っていただいて遊んでるっていうこともできますんで、かなりね、あの、互換性もありますんで、えー、非常にいい商品だと思います。えー、出張時とかね、外出時にポッとね、友達の家に持ってって遊ぶっていうこともできますんで、えー、ぜひね、一家に一台、非常に安いんでね、これで <laughs>、安いんで遊んでみるのもいいかなと思います。スペック的にはね、スパコン、 のね、ほんと、スーパーコンソール X の、まあ、あの初期バージョンと同じぐらいのスペックなんですけれどもね。はい、結構ね、使えるものだと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃ続きまして、えー、みんな大好きなね、パウキディさん。 のね、名作機 <laughs>。になります。これね、売れたんですよ。すごい売れたんですよ、ね。パウキギーさんのオフィシャルサイトで販売開始になって、もう、パパパパーって売れてね。で、実際僕もね、使ってみたら物がいい。このね、物が良くて質感も良くて、久しぶりにビルドクオリティも優れてるし、あの、大きいし画面ね。画面5.5インチでね、レトロゲームが遊べるって言ったところで、かなり使える機種になってて、で、なおかつ値段が安いんですよね、これね。 うん。なのでね、コスパもいいといった感じで、中型のチップも RK3566 チップ積んでますんで、セガサターも遊べるといった感じで、もうね、スペックもいいし、画面も大きくて、え老、ー、眼世代にもちょうどいいし、なおかつビルドクオリティもそこそこいいし、といった感じで、えー、爆発的にヒットした商品です。本当ね、これ、たくさんいじってる方多くて、だたいね、絶賛の行為が多いかななんて思います。うん。 で、こちらなんですけれども、えー、本体に 128GB の SD カードが付いたものがこちらのクーポン。適用することによって15,381円と。 なっております、えー。結構ね、安いかなと思います。僕もね、これ13,800円ぐらいで SD カードなしのものを買ったんですけれども、13,800円とか14,000円近くで買ったんですけれども、SD カードついてますんでね、えー、最初からすぐに遊べるようになっておりますんで、かなりお得かなと思います。で、なんだったら 256GB ついてる方がね、えー、結構ね、プラス1,000円ぐらいで買えますんで、あ、結構お得だなぁなんて思いますんで、えー、ぜひね、まだ体験しない人に言いましたら、これね、本当にいい商品ですんで、 えー、レトロゲームがね、ほんと楽しい。で、この大画面でまたゲームボーイとかね、ゲームギアとか遊ぶと、今までとね、ちょっと新感覚で遊べるかなと思いますんで、はい。おっきくて軽いっていうところもありますんでね、えー、非常にいい商品だと思いますんで、もう褒めるところしかないかなと思いますんでね。で、あと中に入ってるジェル OS っていう OS のね、更新頻度がめちゃめちゃね、高いんですよ。 ジェル OS の更新頻度が。で、更新するたびにね、セガサターンが動くようになってくるっていったところもあって、あの、このね、更新を楽しむ遊び方もできるかなと思います。あ、新しい更新が来た。更新してみた。あ、これが動くようになってる。みたいなね、そういうワクワク感を持ちながら、持、え、て、ー、る。非常にね、素晴らしいものだと思いますんで、えー、ぜひね、まだ購入してない方ね、これは一押ししたいと思っております。 はい、じゃあ続きまして、アンバーニック RG なのですね。こちらもね、値段が下がっております。だいぶね、値段下がって、えー、お買い求めしやすい価格になってるかなぁなんて思います。1万切りましたねって言ったところでね。公式チャンネル、公式のね、えー、アンバーニックさんで買うと1万ちょっと超えちゃうんですけれども、バングットさんで買うとちょっと安くね、えー、購入することができます、えー。ちっちゃい小型のね、ゲーム機になります。で、どちらかというとこれはね、アクセサリー感覚で遊ぶものかななんて思います。で、縛りプレイとかっていうのでね、ちっちゃい画面 で遊ぶんですけどもビズドクオリティがねメタルデザインでめちゃめちゃいいんですよこれねだからねこれでもうガチでゲーム遊びたいっていう人は多分いないと思うんですけれども本当にねちょっとした時間に、えー、ちょっと持ち歩いてなんていうのでね本当アクセサリー感覚でゲームボーイのアクセサリー感覚で、えー、持っとくといいんじゃないかななんて思いますハンドねあのしっかりゲームもプレステまで動きますんでそこそこ使えるといった感じかなと思いますでこちらもねお値段1万円 切りりまましたた9021といった感じになります、えー、ぜひね興味ある方はい、かがうかなと思いいますはい、じゃあ次の商品になるんですけれども、8bit Do さんのね、えー、商品になります、えー。皆さんね、セガサターンとか、ね、メガドライブ大好きだと思うんですけども、それをね、モチーフにしたコントローラー、8bit Do M30 の、えー、僕おすすめするのがこの 2.4G ワイヤレです。こちらのドングル付きの方ですね。 おすすめしたいと思います。これがね、ドングルついてることでどういうことができるかというと、まあ、皆さん、メガドラミニワンツー買いましたかね。 ま、僕のチャンネル見た方はね、かなりあの、その動画のが回ってたんで、メガドラミニワン2買った人多いんじゃないかなと思います。え、なおかつスーパーコンソール X2 プロね、めちゃめちゃ売れました。え、コントローラーなんか使いたいなーなんていう方、ね、え、外部のコントローラー何がおすすめなんだろうって言ったところで、一つおすすめの一つがこちらになります。本当にね、いいコントローラーです。あの、メガドラミニワン2はもう完全適合してますからね。 えー、あの、ホームボタンを押すとちゃんとメニュー画面に出てくるっていうところもあって、何の設定も必要なくちゃんとね、6ボタンの設定になってますんで、まずメガドラミニワツー持ってる人はこれ、マストバイです。はい。あった方が必ずいい。 僕もね、2個買いましたんで、これもね。<laughs> 2人対戦とかなんかするのにね、心地よくできるのに、2個買いましたんで、これほんとね、えー、ほんと2台持ちしてもいいと思います。はい、最強の使い心地とね、えー、持った時の懐かしさっていうのもあるんですよね。ここにちょうどあるんですけども、こうやって持った時、ああ、懐かしい。あ、で、重たくないし軽いんですよね。 で、しかもね、プラスチックの質感がね、すごく良くて、安っぽさが一切ないというかね。で、押し心地もね、当時のね、メガドラムとかね、セガサターンの押し心地にかなり近いっていうのもあって、あとこの十字キーですよね。これほんと格ゲー向きのね、斜め入力がしやすいね。えー、この、 円形のね、十字キーこれね、ほんといいんですよね。ほんと格ゲー遊びやすいっていった感じなんで、えー、ぜひね、まだ購入してない方ね、ぜひ一押しのね、コントローラーですんで、えー、まだね、使ったことないって方いましたら、ぜひ購入してみてはいかがかなと思います。 はい、じゃあ続きまして、バトセラのね、ニテラのハードディスクになります。えー、こちらね、久しぶりの割引なんですけども、定期的に売れる商品でね、これね。はい、これ1台あれば、UMPC とかね、あとは、ミニ PC とかにつなげれば、もうゲームステーションの出来上がりといった感じです。中にね、バトセラのシステムが入ってますんで、起動の時に、えー、ハードディスク起動してあげれば、もうそれで起動するといったかなり簡単なものになります。で、これのね、使い方については、僕のね、過去動画見ていただき れが出てててきまますすんんでで <laughs> かなりねねしつつここくやってますんで、ね、このバトセラーについてはね、えー、それ見ていただければ使い方もね、バッチリかなと思います。で、いつもね、これ1万3000円とか1万4000円ぐらいまで最近ね、円安の影響でそこぐらいまで値上がりしてたんですけれども、今ね、さらにクーポンの方でね、ドルで安くしてもらったんで、結構なかなか安いお値段になっているかなと思います。1万2000、3000、4000円ぐらいするやつが1万1000円ぐらいまで下がってます。えー、ぜひね、えー、使ってみてはいかがでしょうか。 かなと思います、えー。ここのコメントは前回、えー、のページのものすが残っちゃったんでこれは見なくていいです。うん、はい、えー、非常に使いやすい商品ですのでよろしくお願いします。はいじゃあ続いてねタブレットの紹介になります。えー、タブレット関係はですね時間実はね9月4日の爆発期になったらね、えー、クーポンがめちゃめちゃ排出されます、えー、オンになってね、えー、なので9月4日にねコミュニティ欄にそこら辺のね、えー、爆発機のクーポンはまた別と。 公開しようかなと思ってるんですけれども、えー、先にねこちらは安くなっておりますでこちらねオールドキューブさんの iPlay50 mini ですでこれのね 128GB 版の容量アップ版になりますんでまあ、皆さんに、ね、いっぱい持っている方はねあの 64GB 版だったりするんですけれどもこちらのね 128GB 版になるんでまあ、結構高容量になっているといったところになりますでこちらもねめちゃめちゃ売れたんですけれども今ね、えー、オールドキューブ iPlay50 ミニ n i Pro の方がでねバカ、えー 的に売れてるんで,すけどもで、プロになってね、CPU がね、あの、上がったと、性能が上がったといったところが売りなんですけれども、ワイドバインのレベルがね、L3 だったんですよね。えー、ミニプロの方がね。 なので、まあ、ミニで映像を見たい、もしくは動画メインで見たい人は、こちらのね、オールドキューブアイプレイ5 0ミニのね、前作版購入いただくのがよろしいかなと思います。えー、ワイドバイン L1 対応といったところで、Amazon プライムとかね、そこら辺がめちゃめちゃ綺麗に見えます。はい。で、8.41でちょうどいいサイズと。で、スペックもね、2足 T606 チップ。 積んでますんで、アントゥトゥで20万ぐらいのね、なかなかいいチップ積んでおりますんで、スペックも高いといったところで、動画見るのもちょうどいいし、今ワイドバイン対応してますからね、読書するのもいい、コミック見るのもいいし、まあゲームでも遊べると。 いった感じのものです。ゲームをもっと遊びたいなって人はね、こちらじゃなくて、え、プロ版買ってください。ゲームを、ゲームをメインで遊びたいって方はね、え、オールドキューブアイプレイ5 0ミニプロ Pro の方を購入いただければなと思います。で、動画メインとか読書メインの方はこちらで十分かなと思います。え、オールドキューブアイプレイ5 0ミニ1 2 8 g b 版ということで、いっぱい持ち運べますんで、はい。ぜひね、こっちの方をおす,すめしたいと思います。で、こちらのクーポンコードを適用して、50台限定で14,680、 648円ですね、えー。かなりこれもね、お安い価格になっておりますんで、えー、ぜひね、8.4インチ体験してみたいなと、新しい生活にね、新しいタブレットをね、組み込みたいな、電車でよく動画見るんだよな、読書するんだよな、コミック見るんだよなっていう人はね、こちらお勧すすめしたいと思います。 はい、ということで、えー、本日はバングッドさんの17周年記念セール、えー、ほんとスタート宣言ですかね、の動画になりましたが、いかがだったでしょうか。えー、僕紹介した中でね、おわ、これ安いなと思ったのが、やっぱりこのね、スーパーコンソール X のアーケードスティックね、これめちゃめちゃ下げてきたなぁなんて思ってびっくりしてるんですけれども、 これはね、本当嬉しい値下げだなぁなんて思います。あとね、X55。パオキリーさんの X55 ね。これは本当に名機ですんでね。まだ持ってない方はね、えー、まだ、その、セガサターン動けばいいや。それぐらいで動けばいいやって方はね、こちら一押ししたいと思いますね。プレステ2とか動かないんでね、これはね。えー、セガサターンまで動くものなんで、えー、まあそこまで動けばいいやって。レトロゲームそこまで動けばいいやって方はこれ一押しです。あとね、こちら、オールドキューブさんの iPlay50 ミニね。 これはね、まだ8.4インチってほんと快適だなぁなんて思って、はい。これね、1台持っていくと、あの、電車通勤とか楽しくなりますし、ちょっとね、家族旅行行った時にちょっとした時間にね、コミック見たりっていうのも楽しくなる機種だなぁと思いますんで、ここら辺はね、かなりおすすめしたいと思います。で、あとね、あの、ま、いろいろ紹介したんですけど、まだまだクーポン実はいっぱいあって、これを、 割引されてないとかっていうのがあれば、コメント欄にください。えー、割引されてないのがあれば、ちょっとバングッドさんとそこ掛け合って、割引クーポンを出してもらうような、交渉はしてみたいと思います。交渉ですね、あくまでもね。はい。っていうのがありますんで、えー、ぜひ興味ある商品あれば、コメント欄にいただければなと思います。一応ね、全部名刀しておりますんで、えー、よろしくお願いします。 はい。ということでね、今日はこんな感じで終わろうかな、なんて思っております。えー、今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あとね、また、セールの中間ぐらいにまたなんかクーポン情報を出すかもしれないんで、えー、興味ある方ね、え、チャンネル登録の方を押していただけると、安く買えるという、そんなチャンスがありますんで、で、こちらのクーポン更新の動画、月1は必ず出しております。えー、ぜひね、こちらも、興味ある方ね、チャンネル登録の方押していただければなと思います。えー、中間、 関係のものだったりタブレットだったりとかねいろいろ生活に役に立つね商品紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますはいということでね今日はこんな感じで終わろうかなと思いますチャンネルでしたまた次の動画でお会いしましょう